お名前聞いてもいいですか？ダメ。いいですね。はい、お年、お名前とお年。お年は、25歳。25歳。はい、お年25歳ね。はい。ナミさんどこ行ったの？何かね、なんかほら、全国に向かってなんか行っちゃいましょう。おばあさんいない、ね。あ、いいですね。はい。あ、乗ってますね。はい。乗ってますね。ほら。ええ先生、生徒です。カメラはこっちですからね。え？カメラはそこだからね。カメラ？うん。カメラに映るの？映ってますよ。やだな。だから、え、もう映っちゃってますよ。今じゃないですよね。え、もう今、生放送。え？え、本当に、生放送で。今、生放送でね、全国放送されてますから。ごめんなさい。本当に、生放送で全国放送。本当にそんなこと言わなかった。ごめんなさいね、されちゃってますよ。そう。自動報告。うん、そう。本当にマジで。テレビなんだ。局がテレビ局がなっしろ。はい。なんで。もう全国放送されちゃってますからね。惜しかったねもうね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか何も聞かなずにね。あそう。こんなことだけ言っちゃってね。すいませんでした。こんな白髪頭。じいちゃんも白髪頭だもんね。じいちゃん。やっぱりじいちゃんかな。やっぱり私まだね35なんですよ。なことないでしょ。そうですけどね。私は時期85なんだ。あ、そうですか。うん、私は時期45ですよ。75ではない。またそこまで言うかと、そんなこと言っちゃって。すいませんね。何やってんの？ほいっしょ、ほいっしょって。はい、ありがとうございました。今日のあのシーンも終わったけどさ。はい、うん、ありがとうございました。わかる？私らの NHK のすぐ裏。長野の NHK のすぐ裏。ありがとうございました。まあ元気でやってください、ね。はい、ありがとうございます。ね、はい。ちぐいちゃんも頑張ってね。元気でね。はい。はい、ありがとうございます。あと50年ぐらいね。大丈夫ね。私ね、うん、今83だから過ごす白髪だけどね。さっき5って言ったんですね。え？さっき85って言ったんですね。5にはならないんだけど、まだね。それからもうね、少なくも90まではね、こうやって元気でいたいの。そうね、90まではこういうとこ来るの。うん、いいですね。100まで。はい、100まで。今度は100、100って言ってね。そうそうそう、いいですね。そう言ってれば、そう、うん、150ぐらいまで行くかもしれないね。医者は全然行ったことない。知らないの。いいですね。医者は知らないんです。ただね、いいことですね。ボケてるから頭の方がおかしいだけで。いや、大丈夫ですよ。医者知らず。ありがとうございました。おい、やってる。
NBN で、あ、NBS で来ると思うんですよ。この辺からこう撮るかもしれない。その辺に置いといてもらって。ああ、分かりました。もうそろそろ来るから。あ、そうですね。ちょっと止まった。あんまり前面出しちゃった。あ、間違えた。この辺でいいや。ただいまこちらの方では衝撃舞踊団の方が演技を行っております。こちらの方ではただいま、衝撃舞踊団の方が演技を行っております。こちらは町路テレビ局です。こちらの方は木町と伊勢町の交差点、旧セブンイレブンの前です。セブンイレブンの旧セブンイレブンの前の交差点です。こちらは町路テレビ局です。ただいま衝撃舞踊団の方が演技を行っております。ただいま世間知らずの方にお願いしまして、私ども松戸テレビ局の前で演技を行ってもらうように頼みました。心より、承諾受けまして、こちらの前でまもなくこちらの方で演技をしていただく予定です。衝撃舞踊団の方です。衝撃舞踊団の方がこちらの方で演技をしてくれるはずです。あ、サラダ祭りが参りましたね。あ、わかりました。もうちょっと早く行ってもらえば、どっかちょっとタイミングよくしたらまた行きます。すいません。こちらの方行列が参っております。初代上司でしょうかね。今おいでになっているところが、初代上司高坂男女でしょうか。今放送しておりますけれども、初代上州高坂男女でしょうか。こちらの方目の前を今例えば初代上州高坂男女でしょうか。皆様、地域の皆様が見ております。たくさん集まっております。あ、そうですね。初代上州高坂男女、馬に乗っている方は、わしは市長ですね。長野市長が乗りまして、高坂男女ですね。今わらし宿の主の前を通っております。ご覧いただけるでしょうか。山本勘助、あ、いますね。山本勘助ですね。高坂男女の次にですね、山本勘助、来ております。
十文学行列は、まあ、ここから、50メートルほど南へ行きまして、十字路を折り返しまして、こちらの前をまた通りすがるところです。先頭ですね、初代城主、私ども松代テレビ局の前を通っております。そうです、断られました、あ、一人いらっしゃいましたね、すいません、インタビューいいでしょうか、ダメでしょうか、あ、ダメだそうです、皆さん断られてます。こんにちは、こんにちは、こんにちは、じゃあご苦労様です。あ、以上の方ですね、ご苦労様です。こんにちは。お話伺ってもいいですか。ダメですか。あ、ちょっとダメだそうですね。ダメですね。それでは、ご来場の皆様をお迎えいたします。あ、かっこいいですね、なんか切れそうですね、すごくね、恐ろしいですね、じゃあご苦労様です。どちらからですか。大阪から。大阪、はい。あ、ちょっといいですか、一言だけ。いいですか。そこにカメラあるんです。こちら、ここで映っていいんですか。映ってます。あ、全国放送です。松代テレビ局。大阪からはるばるおいでなくて、はい、このためにそうです。2年ぶりなんですけど、2年前も一回来ました。あ、そうなんですか、はい、で、こう行列に加わらないで、行列に加わらないで、で悪いやつがいたら切っちゃうと。いや、知らない。みんなで、ま、待ってる人を楽しんでいただこう。あ、大道芸を。あ、南京から松田とか、チャンバラだとか。あ、先ほどそちらでやった方ですか。そうですか。行列が来たって、途中で。そうですね。あとじゃあこの前でやってください。はい、この辺りやります。この辺り。あ、じゃあお待ちしております。はい、あの松代テレビ局です。はい、こちらの方はね、これだけですけども。こちらの後ろには全国の皆さんがいらっしゃいますんで、はい、ぜひまた襲撃舞踊団よろしくお願いします。お待ちしておりますので、はい、ぜひお願いします。いや、誰かと思ったら、いや、いたー、違って、あ、どうもご苦労様です。こちらの誰かと思ったら、松代テレビ局の方じゃないですか。いや、どうも今日出てます。あ、いや、かっこいいですね。なんか刀を持ってやってます。なんか悪いことじゃなくて切られそうですね。切られそうですね。ご苦労様です。どうも、頑張ってください。どうも、松代テレビ局のメンバーでした。指導いたしますのは、82分以降、松戸支店所持所、浅井立志さんです。この店内は、松戸市民団の皆様です。それぞれの時代に代わり、この日は、大津市の開拓されました。李龍の旗のもとに続きますのは、現代城主、村上勘知事です。村上の必要の子で、本能寺の変動直後、平成10年8月に熱心本格の命で開始通りに入場しました。指導いたしますのは伊藤川市で交流交換で滝川和夫様です。その場合は多数者のいた新卒交流の皆さんです。続いては六大教授津田長野さん、伊豆久です。
レッキー本橋の各地で人が行くならレッキーに向こうに連続しており、身柄を集まっていました。第2次上田城の戦いの時、英軍もレッキー軍を撃ちました。本日は雪村隊を引き連れての登場です。日本橋団のは一般道路に立つの始まっておけられます。姫ですか、これは真田信之ですね。あ、そうですね、小松姫ですか。真田の大太鼓大学の風刺山田陸屋十文字屋に続き、滝川の祭が松田町の松田祭の皆さんです。会長は室田陸屋さんです。続いて真田町に大学保存会により大学祭です。三十四号，四号，三十四号，四号。
真田は真田です。真田は真田です。真田は真田です。こちらの方に向いて。すいません、すいません、カメラここなんですけども、ちょっと手振ってもらっていいですか。カメラここなんですか。手振ってもらっていいですか。お願いします。こちらです。ここなんです。はい、お休憩を予定してます。あ、ちょっと分からなかったです。あ、休憩なんですか、こちらで。いやいや、もうそろそろ休憩入るんですけど。あ、そうですか。よく分かんないんですけども、私どもは、ちょっと聞いてなかったです。あ、ちょっと聞いてないだけだかもしれないですけど、すいません。はい、小松姫の馬のお尻が見えてますね。アグリ姫ですか。マサ姫。マサ姫ですか。マサ姫。アグリ姫ですかね。ああ、姫様がたくさんいらっしゃいますね。あ、こんにちは、マキさん、こんにちは。いや、カメラ映ってますか、随分コース、カメラ、それです。うるさい、ちょっと、ちょっと、ちょっと、そこです、カメラ、それです。そこです、それです、それです。それですか、一言言いましょう。いいよ、もういいよ。え、どうですか。こんにちは。はい。こんにちは。カメラそこにあるんですよ。こんにちは。こんにちは。そうですね。逃げられました。インタビューダメですか。ダメですか。インタビューいいですか。インタビューいいですか。こちらはラパタイですかね。参りましたね。あ、坂本龍馬ですね。字が見えませんね。高杉晋作、坂本龍馬ですね。もしこちらの方でちょっと話聞ければいいですね。一言二言ね。アグリ姫。こちらの方ですね、高杉晋作さんがお見えになりましたね。そろそろこちらの方にお見えになりますね。
高杉晋作、坂本龍馬、参りましたね、こちらの方に参ったらちょっとインタビューをしてみたいと思いますが、イキツラですかね、イキツラが参りましたね、参りました。続いては九段藩主田原一等の代理陸則です。陸則は無理ないもの二国の政府と江戸は今のお台場の政府を担っています。また陸則は陸則に陸則の学校を開校し小田原党を立てました。非常に陸則は陸則の政府と陸則の政府と佐久間道山先生。坂本龍馬さん、一言声ダメですかね。一言だけダメですか。ダメですか。ダメですか。坂本龍馬さんに断られてしまいました。坂本龍馬さんに断られてしまったので。ダメですか、一言。一言なんか答えてくれますか。ダメですか。ダメだそうですね。はい。あ、これでもう切れてるカメラでこうダメですよ。固定なんですよ。ダメ。あ、すみません。これで終わりでしょうかね。こちらの方で、先ほどの武勇伝をやってくれるようですけれども、ちょっと考えてくれるそうです。こちらの方で武勇伝をやってくれるのを、お待ちしております。こちらの方でやってくれると思いますけれども、武勇伝こちらの方でやってくれるようですけれども、いかがでしょうか。この真田十万石行列が終わりますと、こちらの方で、武勇伝をやってくれるそうですけれども、差し入れなどもらっちゃいました。差し入れもらっちゃいました。OK。いいですね、こういうカメラなんで、ここまで中心なんですよ。そこら辺は、この辺だったり、あ、あれですね、歩道ライン。この近くでやってくれるそうですので。トモさん、すいません。ありがとうございます。先ほどの皆様が、やってくれるようですけれども、こっちは向いてないんでしょうかね。こちらの方は向かないんでしょうかね。こちらは柳沢守口様、他に20名の皆様です。今後の大島手割は重さがおよそ30キロあり、やりをすることにより幅およそ2メートルができます。どうぞご覧ください。続いては真田十万石初代藩主真田水守信行の登場です。真田正幸の嫡男で真田幸村の兄になります。関ヶ原の戦いでは徳川方について戦いました。じゃあ、こちらの方で。はい、わかりました。そこよろしいですか。すいません、ちょっとどうしてもらっていいですか。すいません。リカちゃん、もう当ててもらって。
はい、よろしくお願いします。はい、あ、喋っていいんですか。